Runway 果てなき荒野も越え大河も渡りきりこの手につかむのさあの輝きを今週もやってまいりました週刊バイク TV。 皆さん雨にも負けず風にも負けずバイク乗ってますか？バイク乗らんで何の人生か、私がもう一人です。そしてはい、雨の時はさらに交通事故に気をつけましょう。バイク大好き平島なつみです。はい、ということでございまして、はい、ものの見事に雨が降っております。来ちゃいましたね。来ましたね、はい、まあまあまあ今まで降ってないですからね。でも私たちにしてはよく持った方だと思いますよ。だと思いますよ、はい、本当に、今週はどこを目指しますか？今週はですね、やっぱりここまで来たらですね、成田山新勝寺は行ってみたいです。おまたもや行ったことない。そうですね、うん、まあでもねちょっと行ったことない人はびっくりしますよ。みんな口を揃えていますけど。そうなんですか。はい、とても素敵なところです。千葉ツーリング4週目の今回、千葉で最も有名なお寺成田山新勝寺を目指し、さらに真人さんおすすめのあの店へ立ち寄ります。やっぱ雨のライディングってどうですか？なっちゃんはちょっとブルーになります？そうですね、まあ喜ばしくはないですよね。まあそりゃそうですわな。そう、レインウェア着ちゃうとう、あの、まあ、動きにくくなりますし、はいはい、あのもうまたがる時もちょっとまたがりづらいじゃないですか。あ、そりゃね、肩ねぎしちゃうから、こういうのとかが、まあ、ちょっと好ましくないなとはやっぱ思っちゃいますよね。まあまあそうやな。でも意外とこう雨は雨なりのっていうのがあって、雨があれば必ず雨上がりがある。はい、雨上がりって綺麗じゃないですか。雨上がりは好きですね。だこの向こう側に、はい、素敵な雨上がりがあると思ったかもしれないじゃないですか。そうですね、雨上がってくれ、早く見たいよ、雨上がり。で雨の時に、はい、あのドライの時と同じような気分でいられるようなライディングを心がける。例えばブレーキングがちょっと遅れるかもしれないとか、はい、急ブレーキかけたら滑っちゃうんじゃないかとかって思うやったら、うん、車間距離を取ればいいし、はい、コーナーリングの時に、滑っちゃうんじゃないか、みんなやっぱ滑っちゃうんじゃないかと思うから、だったらゆっくりコーナーに入っていくようにすればいい、うん、コーナーに入るのを急激にやろうとするからいろいろ難しくなるから、そこを想定して走っていけば大丈夫。まあ、あとはそのトラクションコントロールとかついてるやつは、うん、そういったリスクも、減りますからね。あとこう ABS がついてるバイクは、はい、直立状態でブレーキングをしないといけない。はい、斜めにしたまんまでやると、はい、ちょっと滑ります。はい、はい、成田山新勝寺表参道に到着です。もうここはお土産物街ですよ。とにかく賑やかですね。賑やかですね。賑やか賑やか。そしてほんまになんか落語やとね、もう記録制覇が出てきて、あれあれ食べていこうな、これ食べていこうなみたいな感じになるでしょ。なりますね。なるでしょう。なんで成田さん、新勝寺が左側に見えております。すごい、さすが。すごいな、やっぱり、すごい。改めて見ても成田さんでっか、すごいですな。いいな。失礼します。よいしょ。お寺ですもんね。お寺さんですよ、うん、なかなかですね。あ、あ、こ
こんにちは。こんにちは。こんにちは。ようこそお参りくださいました。ありがとうございます。あのこちらの、はい、こちらの僧侶をしております鈴木と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。あの自分たちあのこちらのことが全然わからないんですが、はい、ちょっと教えていただいてよろしいですか。はい、ご案内させていただきます。ありがとうございます、はい、よろしくお願いいたします。こんな本当すごい広いですよね。そうですね、はい、広い。だいたい6万坪ぐらい敷地は、ちょっとあんま想像がつかないですけど、はい、なんかこう山門から入ってまた門があるっていうのも、あ、そうですね、またすごいですね、はい、これ、うん、これ向こうはそうですね、あちらが総門でございまして、境内の入り口でございます、はいはいはい、でこちらが二王門で、はい、あの二王様が両側にいらっしゃるんですね。あーで怖いお顔をして睨みつけておりまして、外から悪いものが入ってこないようにということで。なるほど、はい、分からないところがものすごくありますね。そうですね、あのこちらの境内にはたくさんあのいろんなお堂があるんですけど、はい、重要文化財となっている建物が5つありまして、はい、この二王門がそのうちの1つですね。おだいたい江戸時代に建てられた門でございます。はあ、はい、これ提灯はこれ何なんですか。提灯はですね、これ昔、はい、築地の魚河岸港という校舎があるんですけど、はい、そちらから寄付をいただいた提灯でございまして、はい、だいたい青銅製でできておりまして、重さが800キロぐらいあるんです、ね、これ青銅なんですか。そうです、はい。また上に登ってもすごい。すごいですね。なんかこんなんかすごい初歩的なことかもしれないんですけど、なんでこんな広いんですか。あ、そうですね、もうこのお寺ができた当時というのはもうこの辺は何もないようなただ広い野原だったそうなんですよね。ですのでその頃からあるようなお寺ですので、あの広い境内になったのかなと思います。いやでもさだ土地があるから広がるもんでもないですけど ね。それであの江戸時代になった時にですね、この成田さんが有名になった出来事がありまして、あの初代市川團十郎さんがですね、はい、あのこちらの成田市の方の出身でして、でなかなか子宝に恵まれないということで、あの当時成田さんにお参りしたそうなんですよね。あの後継ぎができますようにということで、うんうんうん、そうしたところ無事にお子様に恵まれまして、後継ぎに恵まれまして、はい、それであのそのご縁ということで江戸で、そのお不動様を題材にした歌舞伎をやったんですね、うんうんうん、そしたらその歌舞伎が見事ヒットしまして、うん、江戸の民衆に広くこの成田さんのお不動様というのが知られるようになって、その頃からたくさん江戸からお参りに来る方が増えまして、はい、その頃からやっぱりだんだん大きくなったと。なるほどね、はい、そういう経緯があるんです。だからあの豆まきの時とかも、はい、そうですね、その頃からあの市川宗家とは、はい、あの成田屋ということで、はい、深いご縁でつながっております。なるほどでございます。成田屋の掛け声は初代からのご縁だったんですね。こうよくそのお参りの仕方ってあるじゃないですか、はいはい、こうそのお寺さんのお参りの仕方って何か作法みたいなものってあるんですか。合掌して一礼して、はいはい、心の中でお願い事をして、ね、そちらで結構かと思います、はい、なるほどでございます、はい、お二人も手を合わせて今年一年の幸せを祈願しましょう。続いて大本堂を参拝します。迫力が、あのガラス一枚隔てて見るのと生で見るのは全然違いますね。そうですね、あの真言ってよく書いてあるじゃないですか。あ、御真言、はい、あれは何なんですか。あの御真言というのはもともとインドの古い言葉サンスクリット語ってあるんですけど、それをですねそのままあの音だけを取り入れたものでございまして、ほう、はい、ですのであの聞いただけだと何を言っているかよくわからないんですけど、うん、はい、当時のその発音のままですね、あの取り入れまして、うん、ですのであの訳することがなかったので、意訳をすることがなかったので、はい、本当に深い意味が全て当時の深い意味が込められているということですので、はい、それをそのままお唱えするということでたくさんのご利益がいただいて。なるほどなるほど、うん、はあ、ちなみにこちらの御神言だとどういう形になるんですか。はい、あのお不動様の御神言がですね、はい、ノーマクサンマンダーバーザラダンセンダーマーカロシャーダーソワタヤウンタラタカンマンという、はい、こちらがあのお不動様を表す御神言です、はい、
一発で覚えきれませんよね。うんたらかーしか分からない。いや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 。そこしか聞き取れない。まああの、まあ、ご本尊に向かって左右に、まあ、奏で書かれてるんですけど、そうですね、奏で書かれるとまた分からないですよね。そうですね、はい、不思議な感じになりますけど。続いてはどこに向かってるんですか。では次はですね、はい、三重の塔をご案内いたします。こちらも江戸時代に建てられた三重の塔でございまして、はい、こちらもあの国の重要文化財に指定されている建物ですね。これはあの3階建てなんですか。一応あの3層にはなってるんですけど、ちょっと上にはなかなか登れないようにはなってるんですね。いやしかし絢爛ですな。あ、そうですね、カラフル、はい、この雲水門が垂木にそれぞれ彫られているんですけど、はい、これがあの大変綺麗に彫刻されております。龍がこう山ほどいますよ。だってそうですね、龍がまず彫られておりまして、はい、で2階の部分にはですね、はい、キリン、キリンが、はいはいはい、キリンですね。そして3階の屋根の下にはですね、バクが彫刻されておりまして、あ、夢を食べる、はい、そうですね、はい、それぞれ龍は雨を呼んで、はい、農作物を育ててくれる、うん、また建物を火災から守ってくれる、はい、そしてキリンっていうのはですね、はい、世の中が平和にならないと現れない動物なんですよ。ですので平和を願う、うん、そして3階のバクというのもですね、はい、鉄を食べるというふうに言われてるんですよね、うんうんうん、ですので鉄が食べられ食べてしまえば戦争はできなくなりますので、なるほど、はい、いろんな平和だとか、はあ、五穀豊穣、そういったいろんな願いが込められてこの三重の塔が建てられてるんです。いやでも、まあ、こうやってお堂もたくさん、あるようですが、結局おいくつぐらいあるんですかね。そうですね、13、細かいのも入れると13以上はあると思います、はいはあ、さて続いては昨年落慶したばかりの伊王殿へと向かいます。そんなこと言ってるうちに来ましたよ。本当だ、なんか新しい木の色が。そうですね、これが今年、11月28日に落慶しました、はい、伊王殿です。なるほど、はい、もう完成したということですね。だってでもまた不思議なものが立ってます、目の前ドーン。何ですかこれは。こちらが大塔婆というものでございまして、はい、このですね五色の紐があるんですけど、これがずっとつながってまして、はい、お薬師さんの方とつながっておりまして、はい、これを握ることでですね、仏様のご利益がさらにいただけるというものでございます。握りたいです、はい、それも握ってください。どうぞ。これ握ればいい、なんか思うとかあります。まあお薬師さんですので、まあ、体のこととかそういうことでもよろしいかと思いますし、ここ具合悪いねんっていう、いやいや欲張りやな。一食だけですか。あ、大丈夫です、全部握ってもらって。また行きました、はい、どうぞ。そう、なんでしょう。よし、はい、はい、ということで、じゃあ失礼します。痛風と老眼が治りますようによろしくお願いします。すごいですね。でもこれが、お薬師さんとつながっているという形です、はい、本当にこの上にねからずるっとこう紐がつながっているんですけど、うん、この紐がつながっているのって、はい、ずっとつながりっぱなしなんですか。あ、いえ、これはですね今年の5月28日まで、うん、お会長期間中までということになっておりますので、うん、はい、それまではつながっております。じゃあそれ以降29日からはもうこれ自体がなくなっちゃうんですか。そうですね、はい、そうなんですね、はい、じゃあ5月28日までに来て、うん、ここで紐を握ってこう、そうですね、体のことをお願いしたりとかしないとですね。いやもうぜひぜひ、うん、まあ、その時にはですね一本でも、つながるのはつながりますので順番を守っていただいて、うん、いやでもすごいですね。でももうすでに下の方シワってなってるからたくさんの人が握ってきたんだなって。あ、そうですね、この伊王殿に祀られている仏様はどんな仏様なんですか。こちらの伊王殿に祀られている仏様っていうのは、はい、薬師瑠璃光如来といいまして。薬師瑠璃光如来、はい、そうですね、はい、お薬師様ですね、はい、いろんな。お薬師様ってまず何ですか、はい、ちょっとごめんなさい。あ、薬師如来というのは仏様なんですけど、はい、いろんなですね方の病であったり、うん、そういうものを治してくれるという仏様ですね。大塔婆
5月までの限定なんですね。急いで行かないと。いやー面白かった。もう目から鱗でしたね。そうですね、知らないこといっぱいありました。成田山来たの初めてなんですけど、でもね、お正月ニュースとかではやっぱ見て、よく見てて、でもこの本堂だけじゃなくて奥にももっともっといっぱいあるんだなって思いました。そうですね、たくさんのお堂がありますのでね。そう、はい、なんかこんなにたくさんあるし、こう、ね、公園もあったりとかして、まあ、今回は行けなかったんですけど、はいはい、そっちまで歩いてもね楽しそうで、今日はなんかいろいろ質問に答えていただきありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。またあのじっくり来させていただきます。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんもぜひ来てみてくださいね。そうということで、まあ、いわゆる内陸からですね、もう少しどう言ったらいいのかな、チーバ君の目のあたりまで来たかな。はい、目ちょっと下かな、うん、ぐらいところまで来ましたけど、はい、ね、なんでしょう、ちょっと面白い店が、うん、あるの、いっぺんこう、なんでしょうね、一瞬クローズしてたんですけど、またあのオープンしてくれることになったみたいで、そこにちょっと行ってみようかな。割とこうゆっくりできる店なんで、ゆっくりできる、落ち着いた感じなんで。そうですね、落ち着いた感じというのかな、どうなのかな、まあまあ、あの名前だけで言うと楽園レストランパームスっていうんだけど、楽園レストラン、楽園レストラン。さあ、ということでございまして、こちらがパームス、はい、おー、なんか青いなんだろう。さあ、ということで、あのもうオーダーは済ましたので、はい、私何頼んだか知らないんですけど、大丈夫大丈夫、とりあえずあの目を閉じてちょっと待っといていただいて、え、見ちゃダメなんですか。見ちゃダメなんですか。ちょっと目つぶ、目つぶ、わかりました、はい、はい、いらっしゃい、ちょっと待っててくださいね、はい、ちょっと待っててください。とりあえずだけどまだあの4品しか頼んでないので、あ、いいですか、はい、飲み物含めて4品です。では行きましょう、せーの、ドン。うえ、ちょっと待って、はい、はい、ほらほら、え、これ大食い大会やってるんですか。大食い大会じゃないでしょ。だからほら、なんかあの巨人の国に迷い込んだような感じでしょ。ちょっと待って、思考が追いついてないんです。そうですね、思考が追いついてないですね、うん、はい、はい、ちなみに、この料理は何ですかね。チキンカツカレー大とオムライスの中です。中なんですか、これ中なんですね。やっぱお腹のことも考えて中。チキンカツカレーって言いましたよね。チキンカツカレー、え、これ何枚入ってるんですか。チキンカツがね、300g のチキンカツが、これは4枚ですね。せーの、おお、はい、重たい、これをグーッといくともうなんか優勝パレードの後みたいな感じなんですけど、ちょっとお相撲さんみたいになっちゃうから。重たい、重たいですよね。これ飲み物の方はいくらなんですか。ちなみにこれは150円。安っ。通常だと480円。通常480円。ただこのビッグシリーズ、ショーも含めて、はいはい、ご注文いただく、これビッグシリーズなんですね。ビッグシリーズ、はい、第5シリーズのショーも含めて、はいはい、150円でお出しいただきます。セットだとかなりお得に、はい、そうですね。それでは乾杯していただきましょう。よし、頑張りましょう、真人さん。うわ、気合入りますね。ドリンク、赤ちゃんが飲んでストローがね、グラスの真ん中に行くと届かないんですよ。そう、これさ、埋もれてますからね、もう。さあ、そういうことでございます。じゃあ、行きましょう。よし。1枚の、どこまで大きいね。はい、1枚です。1枚の大きさ、はい、1枚です。これもつながって1枚の大きさがやばい。さあ、行きましょう。いただきます。そう、召し上がれ、召し上がれ、どうぞ。うん、おいしい。コクありでしょ、うんうんうん、コクあり。これはおいしい、食べられる。 いっぱい食べられそうな気持ちになって今、完食できるのかと思ったよ。頑張ります。いっぱい、でも今まだ3口目ぐらいだからいっぱい食べられる気がします。あ、もうそんな感じするよね、うん、食欲が加速していく感じがします。
お腹減ってる人にはもう楽園なんですここやっぱり。そうですね、はい、何でしたっけ、楽園パラダイス、楽園レストランバンス、楽園レストラン楽園パラダイスです、楽園言っちゃった。ほんとでパラ、いや結構食べたでしょ、ちょっと減りました、軽く1人前は食べたでしょだって、もはやだいぶ食べました、うん、うん、でもなんか形が変わってこない、こんな、うん、でもどうします、この後にまだデザートありますからね、それを次回うわ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 、なんやこれ、あ、まさかの水神ゲーム、はぁ、あ、当たってる、おぉおぉおぉ上がった上がった上がった、めっちゃ食べたかったやつ、めっちゃ上がったで今、なんやこのやつ、なんやこれ、もうこれずっと食べたかったんです、自分のところで作ってるので、素晴らしすぎます、これ30分ぐらいしか持たないから持ち帰りできないんですよね、できないですね、よくご存知で、うん、はい、すげー、じゃあマイコさん、どうぞこのリアクションマイ、はい、どうぞ、食べたい、これ切っていいんですか、もう好き、水を固めたみたいならしいんですよ、うーわー、だってもう透けてますよ、めっちゃ透けてる、うん、透けてるので喜ぶのはおっちゃんらだけかと思った違うんですね、あ、とろー、わーわ、ぬるん、べろん、うんま、うんま、そんな感じ、うんうん、おいしい、ありがとうございます、私、多様摂取全然混ぜこぜでご飯食べれる人なんで、はあ、こういうのをウェルカムに、多様摂取、そういう問題かなこれ、多様摂取、はい、まあ、とりあえずそう、さまざまなことが、ここに来ればですね待っております、ぜひともですね皆さんこういう顔になりますで、子供さん連れてきたらね一生言いますから、うん、うちのチビも一回連れてきたんですけど、うん、あそこで花瓶のジュース飲んだよねって言います花瓶なんですね、花瓶ですよ、ちっちゃい子から見たら全然花瓶、いや大人が見たって花瓶でしょ、皆さんもですね至福の時を過ごしに来てみてくださいね、仕掛け人はこの人、まだまだ作ります、うちのモットーですか、はい、幸せの単位はキログラムですよろしくということです、皆さんぜひともご利用